なので最初から最初こっちやっていきますね。はい、お願いします。はい、ちょっと冷たいですよ。どうですか？痛くない？ですか？ないです。はい、痛い。大丈夫です。で、ここはとりあえず軟膏を塗ってちょっと経過見ますんでね。はい、でお家でしっかり軟膏を塗っておいてください。はい、これは どんな感じになってるんですか？取ってしまってるってこと？取ってその生傷があるような感じなんですよね。でここに皮膚が張ってくるような感じになります。はい、うん、その経過をちょっと見てもらう感じ。なるほど、うん、やっぱほくろはやっぱりちょっと深かったりするんで再発することもあるんで、はい、ちょっと傷の具合見ながらちょっとまた追加でやったりすることもあります。はい、うん、やっぱり大きくなるようだと全部取った方がいいんですね。そうね、結構年を取ってあの悪性化しちゃうこともありますね。うん、OK、一回これで様子見ますね。しっかり軟膏を塗っておいてね。はい、